イジ川は、ロシア中央部のウドムルト共和国から、タタールスタン共和国を流れる河川であり、鎌川の右支流である。長さは2 5 9キロメートル、流域面積は8510平方キロメートル。主な支流には、アグルイズカ川、チャジ川、キリクマス川、バルジンカ川、バルジュ川などがある。流域の主な町は、ウドムルトの首都イジェフスクのほか、 タタールスタン共和国のアグルイズなど、イジェフスクでは周辺の産業を支えるためにダムで川をせき止めてイジェフスク湖が作られている。イジ川はウドムルト共和国の中央部の周りへオシュボルツ付近に発するダイジ川と小イジ川が合流するところから始まる。森の中を南の方向へ流れイジェフスク湖という24平方キロメートルほどの人工湖に注ぐ。 この池は1760年から1763年にかけてイジェフスクに作られた製鉄所に水を供給する目的で建設された古いダム湖である。イジェフスクを出ると農業地帯を流れアグルイズでタタールスタン共和国に入る。タタールスタンとウドムルトの境界付近を流れキリクマス川を合わせた後、 ナベレジヌイエチェルヌイの北東 30km ほどのゴリュシュルマの近くで鎌川の大きなダム湖、ニジネカムスク湖に合流している。イジカワシモリュウは11月中旬に凍結し、4月中旬に氷が溶ける。ありがとうございます。